親孝行って何って考える。でもそれを考えようとすることがもう親孝行なのかもしれない。子供の頃たまに家族で外食、いつも頼んでいたのはチキンライス。高価なもの頼めば二度と連れてきてはもらえないような気がして、親に気を使っていたあんな気持ち、今の子供に理解できるかな。今日はクリスマス、街は賑やか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる、俺はまだまだチキンライスでいいや。貧乏って何って考える。へこんだとこへこんだ分だけ笑いで満たすしかなかったあの頃。昔話を語り出すと決まって、貧乏自慢ですかという顔をするやつ、でもあれだけ貧乏だったんだ。せめて自慢ぐらいさせてくれ、最後は笑いに変えるから。今の子供に嫌がられるかな。今日はクリスマス、街は賑やか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる、俺はまだまだチキンライスでいいや。今なら何だって注文できる、親の顔色を気にしてチキンライス。頼むことなんて今はしなくてもいい、好きなもの何でも頼めるさ。スーパーい湯気が立ち込める向こう、見えた笑顔が今も忘れられない。今日はクリスマス、街は賑やか、お祭り騒ぎ、でかいケーキ持ってこい。でもまあ全部食べきれるサイズのな、赤坂プリンス押さえとけ。スイートとまでは言わないが、七面鳥持ってこい。これが七面鳥か、思ってたよりでかいな。やっぱり俺はチキンライスがいいや。ララ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